戦国寺子屋小笠原長時の将、ついに秀政様の爺様小笠原長時公の将に突入いたしました。本格的に戦国時代へ突入し、歴史上の有名な人物も多数登場いたしまする。武田信玄に攻められ抗い続けた長時公は、この乱世をどのように生き抜いたのでしょうか。はい、皆さんごきげんよう。ごきげんよう。戦国 YouTuber 小笠原秀政である。徳姫じゃー。はい、はい、というわけでやってまいりました、戦国寺子屋ということで、現在小笠原氏の説明をしておりまして、前回までのまずあらすじな、府中小笠原氏8つの要点ということで、前回こちらの清和天皇がルーツということでな、会見場小笠原氏の系譜ということで、こちらの系図を用いながら説明してまいりました。ちょっとおさらいで軽くな、こうまずこう武田と小笠原でここで分かれまして、長清という方が初代でずっとやっておって、まあここでいろんな小笠原氏が誕生したとか、あとですの、まあ、このまま別れていって、定宗という方がな、伊賀和城を築いてこちらにな、住んでおったの、おったということと、あとまあこう長元、3人の息子たち、先に亡くなってしまった方で嫡男がおった、なんかこの辺な、気を使い気みたいなことがございましたので、嫡男がまたこう継いでって、で、松尾小笠原氏とかがな、あったんですけど、まあこちらが甲斐、秀政、正秀、松尾小笠原氏で戦って倒したんだけども、甲斐武田へ亡命したという。ということで、こちら長時というところに行ったんだけども、ちょっと説明前の1個忘れてしまいましてな、この清宗という方がな、13代伊賀和城というところから林城というところへな、林城というところを作りまして移動いたしておりまして、今小笠原氏だから長時公も今ここ林城に住んでいるということになります。伊賀和城というのは平城でございまして、ちょっとまあ防御の方で弱いかなということで、時代が戦国に入るにつれて山城がなブームになってきましたので、こちら林城を築いて今住んでいるところでございまする。松本にあるでな、うん、今後だけどもな、まあそういうところで今林城にいるということで、長時公突入してまいりますので、これからやってまいりましょう。松本の歴史というのは、まあ小笠原氏を追っていくとかなり分かりやすくてな、この松本城というのも小笠原氏の歴史になっておりますのでな、ぜひ松本の方とかな、長野県の方とか、またこう戦国時代が好きな方とかな、いろいろまあ大河ドラマが好きな方とか、ぜひご覧いただけたら嬉しいございます。まだな、一度もの大河ドラマの主題にはなっておりませんので、小笠原さんがやりたいの、4代でもすごい楽しいと思うのじゃ、ぜひにな。でこの長時公だけは実はな、風林火山に出演しておりましてな、大河ドラマの武田信玄が主役だった、あの何年も前だな、ちょっと出てきますので、その辺もぜひご覧いただきたいと思います。まあ絶対にこれからな、有名になっていく士族でございますので、身の遅れを取らぬような、この後な、父上の章とかな、私の章とかもやってまいりますので、ぜひにチャンネル登録を今のうちによろしくお願いいたします。よろしゅー。そう、ではやってまいりましょうか。はい、はい、というわけでこちら長時公のやつよろしゅー。じゃじゃじゃんじゃん、ちょっといろいろな書いてあるけどな、また編集でいろいろちゃんと分かりやすいようやっとるみたいな、なってると思うけど、このあたりでよいか。うん、でまずな、ちょっとこう上の方な、はい、上の方な、まず、小笠原長時公はな、はい、こちら17代当主でございます。府中は私、長清高校から数えて17代の当主、はい、ということで1514年生まれ、ちょっと年号が分かりづらいかもしれませんが、関係のあった武田信玄の年と比べますと、武田信玄公の7歳年上でございます。上杉謙信公と比べると16歳年上、うん、結構ここ差があるんだな実はね。そうじゃな、そうなのでございます。まあそのぐらいの世代だったと、まあ大体同世代ってことですかな、武田信玄公と。でこちらもな、信濃四大将の一人であったということでな、八つの要点のとこでもやりましたけどもな、うん、そうなので四大将の一人であったということで、まず一人目村上義清という方ね、こちらも振り方が出ておりましてな、まあ、長時公の妹婿ということで、うん、まあ、こちらあの義理の弟ということかな、うん、義理の弟にあたることで、今年齢でいうと13個年上でございます。 かなり上なのだな、うん、上じゃない、13個上、もう上杉謙信公からちょっと一世代上の方ぐらいになってくる方でございます。でもう一人木曽義政という方は、こちらはな、真田丸でも出てきたので結構知ってる方いるのではないかな、ちょっとこういかつい感じの
我こそがみたいなものがおったと思うんだけども、その方が、実は26歳年下ということで、あの長時公園や、うん、だいぶ下じゃない。なのでどっちかというと父上と近いぐらいの、佐渡義子と近いぐらいの方でございます、うん、そうじゃったな。そうで、もう一人諏訪頼重、こちらもな結構有名な方で、今あの諏訪の方で流行っておる諏訪姫っておるだろ、諏訪御領人の父でございます、うん、父上でございますの。なので武田信玄公の義理の父ということになるのかな、信玄公の義理の父、まあ、側室だけどもな、うんうんうん、そういう感じになりますな、うん、でございます。でもう一人が小笠原長時ということで、ここでこれから説明をしてまいります。で、こちらもの、前回と同様、こちらの小笠原右近大夫貞義というの本、志村平次殿の書をもとに、まとめましたので、こちらをもとにやっておきます。よろしくお願いします。こちらの一代記となっておるのですが、かなり詳しくの長時公のことも書いておりますので、こちらをまとめてみました、うん、ぜひまたよろしくお願いいたします、はい、ということでやってまいりましょう。続きか、はい、はい、ではね、まずいきなりな、28歳なんだけどな、これもうギュッとまとめました。かなりな分かりづらいのでな、いろいろ細かくやってもな、うんうん、流れだけみんなに分かってもらえばということで、はい、生まれました、28歳になりました。そう、28歳になりました。家督を継ぎました、はい、ということで家督を継いでな、信濃の守護になります。早いな、はい、しかしな、これ家臣団もないっぱいいるんだけども、ちょっとあまりこう主従関係がうまく作れなかったという家臣の日記とかを見るとなってたようで、なんかこう会いたいんだけども会ってくれなかったりとか、ちょっとこうなんか公平だったのかというような感じのニュアンスが伝わってくる日記がございましてな、まあ、長男だったのでずっとな、もうこのように継いでいくということで、家督を継いでいくのが決まっておったのでな、まあ、こういうところがあったのではないかと最初のうちはこのような方でございました。 そして次、いきなりすでに来ます、武田信玄が塩尻峠の戦いにやってまいります。ブーンブーンブーンって感じでやってくるのじゃ、やってまいった。これがまた怖いところでな、塩尻峠って知っておるか、みんな、なんかかなりこれ有名な塩尻と岡谷を結んでおる峠なんだけども、うん、塩尻峠というところがございます。松本の、そうじゃない、ちょっと南に塩尻があるんだけど、うん、そこと、そのまたちょっと南にな、岡谷というところがあって、そことそこを結んでおるんじゃ。峠、かなりな有名な峠、みんないっぱい通ってると思うんだけど、まさかそこで戦があったとは結構みんな知らんと思うのじゃ。これもな、でも実は風林火山でこちらもな、描かれておりました。でこちらまずその前にな、武田信玄公がな稲郡にこう進軍してまいりますな、下の方かな、進軍してまいりまして、うん、そうで上田の方とかにも回りまして、うん、この時に村上義清、信濃の、うん、このな四天王の一人村上義清と戦になります、うん、でこのね村上義清かなり実は強かったんだよな、うん、武田を大敗させてしまうのじゃ、うん、おー素晴らしい。そう、うん、それを機にな、これでまた長時公もいけるのではということで、うん、5000の兵を率いての塩尻峠に進軍していきます。これは勝せるのではないかと、うー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 というかな、ところがこちらのカッツル峠というのは、まあ、その近くにまたもう一個峠があるのかな、うん、そちらに家臣をこう置いたんだけども、どうやら武田に先に調略されておりましてな、なんということじゃ、裏切りにあってしまうのでございます。裏切られてしまう。これにより長時公大敗、大負けしてしまうのでございますの、悲しいございますな。まあこれも最初のこの家臣団との関係がうまく作れなかったっていうのが大きかったのかもしれません。家臣は大事ぞ。でこの辺もな、風林火山ではもうこのまま滅んでしまったかのように書かれましたけどもな、実はこのままこう林城というな、また自分の城に戻るのでございます。うん、先ほど林城。そうそう、林城に戻りますな。さてその後はどうなるかと言いますと、豪族たちはもう続々と降参していくわけでございますな。家臣はもうどんどん減少していく。そうなるともう長時公、これも戦う気力もなくなってまいりますので、もうどんどんもう家臣なくなって、どうしよう、もう攻めてくる。裏切りは嫌じゃ、嫌じゃぞ。でも林城にもないられなくなってしまい、まあ林城からも逃げてしまうわけでござって、でそのままどこに行くかというと、この村上義清を頼るわけでございますの。村上義清を頼って上田市の方の塩田というところへな、参ります、逃げてまいります。さあどうなるかというと、村上義清を熱くもてなしてくれるんじゃ、これが、よう来た兄上と、嬉しいの、良いな、素晴らしい弟よ、助けてくれと、義理の弟じゃからな、そうそう、もう任してくれと、もうな、もう長時公がな、一刻も早く林城に帰れるように、もう私がゼリの力を注いで参ろうということで、いろいろとやってくれるわけでございます、ありがたいことじゃん、ありがたいの村上殿、うん、
でもちなみにこの林城は武田氏に奪われて、その市場の一つであった、支える城と書いて市場な、の一つであった深市城、今の松本城の名前が変わる前の名前でござる深市城、こちらを拠点として林城はもう廃城にしてしまったと。でまあ、こちらな、まあ、知ってる方はごろともこの松本城と同じだからな、平城なのでございます。武田信玄公はこう山城とかよりもこう機動力とかな、その辺を結構意識しておったので、こういう平城を重宝したということで、まあ、林城廃城になってしまいました。はい。でこちらにはな武田の家臣が入るということでございます。でその後もの頼っていった村上義清が、もうこの言葉の通りにどん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 やっぱ強いのじゃ、武田氏をどんどん追い詰めて、追い詰めてというか、まあ追い出して攻めてくる武田氏をどんどん倒してな、砥石城の戦いとかの武田に大勝をいたすという、おー素晴らしい、ことをどんどんやってのけるのでございます。素晴らしいことじゃな。でこの勢いで長時も進軍していきましてな、まあ千曲の、まあ、松本のあたりかな、大半を取り返すのでございます、素晴らしい、もうこれは村上殿のおかげでございます、本当にありがとう、義理の弟ありがとうの、でな、もういよいよ深市城明日もう取り返そうということで、もう深市城の取り囲んで、明日はもうこのまま取り返すぞという時に、なんと村上義清柵へ帰ってしまうということで、なんということじゃ、これがなぜかというわけで、これはなぜかと思うんだ、なんとな、武田はこのな村上の留守中に、この柵地方だったね、村上義清の城かな、そこを襲うぞと、村上義清今ね、こう松本の方を取り返すために頑張ってくれてるのにな、その間にもう奪ってしまおうということで、こう噂をこうばらまくのでございます。ひどいではないか、これはさすがに村上義清としてもの困ってしまうわけで、というわけでちょっと長時公に何も言わずに帰ってしまうのでございますな。告げてくれればせめてということ、だけどもう明日なのでな、もう明日のもう出陣なので、急いで帰らねばならということで帰ってしまう、すまぬ兄上という感じだな、ここでそう帰ってしまうでございます。そうなると残された長時公、もうまずいな、これは非常にまずい、おーとうとうって感じような、明日のな戦いなのにこう帰ってしまうわけでございます。そうじゃな、まあこれを知った兵はやっぱおじけづいてな、どん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 減ってしまって、まあ最終的に1000人ぐらいになってしまったと。この1000人っていうのがどうなのかというのなんだけど、まあ武田軍なんと1万人が押し寄せておるに対し1000人しかいなくなってしまった。これはそう10倍じゃ、なんと10倍じゃ、どうしようということでな、これまあ上田合戦とかあったであろう、上田の合戦とかな、あれ3万対3000じゃ3万8000とかかな、3000とかだったけども、まあ比率で言うとまあ似たようなもんなのかの、結構少ない、しかもこっち籠城戦ではなくな、もう野戦ということでの、このなんだ、あずさ川、松本市のあずさ川というところがあるんだけど、あずさ川の野々宮の合戦というのがありましたな、そちらで戦となっていくわけでございます。この1000人でどう戦うか、もうなある意味ちょっと死を覚悟した感じがございましてな、もうやるしかないと、だからもう家臣たちもこれ以上出るなと、わしが突っ込むからこれ以上出たらもうお前ら許さんぞという感じでな、突進しようとしたんだが、家臣もまた偉い上城主という方がな、まあ、殿は好きなように申されよ、わしは行くというな、殿の先を行ってやりもって突入していくので、でそのそれに続いて家臣たちもみんな行き、長時公もそれにさらにな力を奮い立たせてな、名馬に乗って突入していくと、この少ない中な、行くぞーと、もうこれが一世一代の大奮戦になったと。なんと、この時、300の首を討ち取り、なんと、武田軍追い返したのでございまする。これが野々宮合戦でございまする。じじ様強い。強い。強いぞ。これな、小笠原氏のな、旧法的で旧馬霊法があってな、やっぱ馬を使うのは、だいぶ慣れとったというかな、さすが長時公。旧法的伝のな連勝者であるのでな、強いのじゃ、まあな、そういうことでなんとか先陣を追い返したわけでございますが、まあその後たくさん攻めてくるであろうな、そうじゃな、まだ1000人対1万だということで、まだ先陣を追い返しただけなので、もうここまでかと、いよいよここまでかと、さあもうわしはこれで腹を切ると、もう弟も帰ってしまったし、もうわしはここまでじゃと腹を切ろうとしたのでございます。そこへなんと家臣の今度二継ぎ重隆という方がおりましたが、二継ぎ氏かなりな、あの小笠原氏とはかなりもうずっと深い重鎮でございますので、大河ドラマとかになったら必ず出てくる方は絶対覚えておいてください。二継ぎ氏な、その方が素晴らしいことを言うのだ、大将が腹を切られては残された家臣はどうなりましょうというのじゃ、
で私の妻子は今中東城というところにおりますと。でこちらは山城で、東は崖で、西は深い山に続いて人が近づきやがたいところだということで、で兵糧は十分で3000の兵をな5年は養うことができると言ったのでございます。すごい、3000の兵を5年ってかなるよな。そう、今でこそ1000の兵でな、もうかなり持つということじゃ。うんうん、なのでもう日の本中のな兵で攻めてもたやすく落とせる城ではございませぬということで、どうぞ中東城にこもって再起をお図りくださいというわけでございます。これは良き家臣で、もすごい自信を持って言ったようじゃな、どうやらな。でこの自信に満ちた言葉に動かされて中東城へこもることになるのでございます。そこまで言うならと、まあ今腹切るよりもまあ生き残れるならということで中東城にこもると思うんですよ。まあ実際どうなるのかと思ったらな、その後3日後に攻めてきます武田軍な、中東城に攻めてくる。しかしじゃ200人余りを討ち取って撃退したい。おお、素晴らしい。なんとその後武田信玄は諏訪まで退却したというぐらいだからな。おお、相当なこれあの2度も追い返したな。そうそう、追い返した。でしかもその後の何度も武田軍が攻めてきたようなのだが、うん、それでも落とせなかった、何度も追い返したということでな、うん、本当にすごいな長東城。うん、そうじゃない。そうで長東城移動というところでな、こう防戦をしてずっと耐えていたのでございます。もう落とせない、うん、本当に落とせない長東城な。なのでもう中東城はちょっとな諦めムードなのかな、武田軍の中で。その周りをことごとく領地をされてしまってな、なんと孤立無援になってしまうのでございます。中東城そこへ来て武田から起伏するならな、一門のよしみで本領安堵しようというな和睦が申し込まれるのでございます。しかし長時彦その手には乗らぬ。武田の悲観となることは先祖の恥だと、恥ずべきことだとして突っかえしたのでございますが、うん、まあ、僕は無双な、まあ、それにはな、なんかあの諏訪頼重とかな、あの、うん、四天王の一人諏訪頼重とかが降伏したんだけども、なんか最終的に自刃させられてしまったということもあったようで、うん、まあ、わしが結局ここでな和睦したところでどうなるか目に見よとったという感じがしたのかな、うんうん、のでございます、うん、まあそうは言っても今な中東城の周りに孤立無援状態になっているので、なんとかせねばということで、ここはもう強い誰かを頼るしかないと、上杉謙信で有名な、当時な長尾景虎という名前だったんだけどな、その上杉を頼ろうと、長尾家を頼ろうということで越後の国へみんなで行こうと参ります。で実際にこうな越後の国に行った時に、長尾景虎公、まあ、上杉謙信公いい人じゃ、すごいもてなしてくれました。長時公な、この後はずっと上杉の家臣としてやっていこうということで、まあ、ずっとというか取り返してもらいたいを一心でな、うん、やっていこうと上杉に行くのでございます。さあその後な、その後実は村上義清公も実は武田に追われて越後へ参ります。お、なんと弟来たってな、すまぬかった兄上という会話があったかどうかわからない。村上義清もな一緒にこう越後で、うん、あの上杉のな、上杉と一緒に戦っていくということで、うん、まあ、この後には第1回川の鹿島の戦いとかがあるのでございます、うん、まあ、一緒に皆参加して、まあ、大きな戦いには戦にはその時はなかなかなかったけどな、うん、でその後に三好長慶わかるかな。そう、あの小笠原氏とな別れた途中で別れたこちらの、はい、こちらはな、阿波小笠原氏のっていうのあになった三好氏というのがあるんだけど、そのことのずっとじゃない三好長慶という方が今実はこの時代三好政権時代でございまして、今日のあたりとかはな三好長慶が治めておりました。でその取り次ぎで上杉謙信上洛いたします。うん、でその時に、後奈良天皇という天当時の天皇よりな武田を撃退せよという、退治してくれよということで、この戦乱鎮定のな命を受けるのでございます。うん、でもこれでよし武田を倒せるとなるのでございますが、この時もなあの長時公、あ今三好政権なのか、で三好といえばな私のあの、ね、先祖でも加藤東京同じ吉見ではないかということで、ここからはちょっと三好氏に頼ってみようかとだんだんなってくるわけでございます。長時公でこの後、まあ、稲の方にな今弟がいるんだけど、それが迎えに参りまして、一緒に三好長慶のところに行きましょうとなるわけでございます。これをなちゃんと謙信な謙信公に了解を得て行くのでございます。まあこれもう絶対するわけではなくて、ちゃんと人質としてあの嫡男のな長隆というものを置いてみんなで行くので、この時は父上も一緒なので、さてよしもな一緒で行くのでございます。でしかしちょうどその頃な武田稲信仰が始まってしまいましてな、武田に亡命したあの松尾小笠原氏っておったのやろ、長宗公がこの武田へこの亡命させたこのな定忠というか、この子
子がな攻めてまいったのでございます。具体的にまあ同じぐらいの攻めてまいりまして、なんと奪われてしまいます鈴岡城。なんということで松尾の方のな鈴岡城を奪われてしまいまして、で下城氏というな方のところへなこう一回、うん、一族の逃げるのでございます。もう攻められてしまい、静岡におったのは静岡城で攻められてしまいましたのでな、まあ5日ほどな滞在したんですけども、そこもまあどんどん攻められてくるので、うん、もう三河方面に逃がしてくれまして、下城氏はなこのまま武田に下ってしまいます、うんうん、でその後な三好長慶に書状を送ってな大阪の芥川城というところに入ります、うん、こう三好長慶公の仕えることになりまして、まあ旧法的伝師範となキューバの師として特別な地位を得るわけでございますな、うん、だけど、まあ、こう信濃の回復にはあんまりこう実際に行動はしてくれなかったようなんだけども、まあ、抱えてくださったのでございます。これここでもな小笠原霊峰のおかげで、うん、霊峰のおかげじゃ、おかげでこう抱えていただいたと。でその後はな三好軍としてしばしばこう出陣してまいりまして、な松永久秀とかもの、まあ、一緒にな三好長慶に仕えてるとか、ね、松永とか一緒にこう出陣しておりまして、でこの時戦ってたのが足利義輝が実際こう京都から追い出されてしまってこう三好家となっておったんだが、うん、これがまあちょっと戦いがあって和睦するのでございますな。和睦5年ぐらい経ったのかな、和睦を、うん、その三好と足利義輝が和睦するのでございます、うん、なのでここで京都は、足利義輝公に明け渡すことになるんです、うん、なので今京都は今度は足利になる。そうなると今度父上なお、これは義輝公にもお願いしてみようということで、今度は義輝公の足利義輝公の旧場の師範となりましたな。そこでもで今度こう家臣とみたいになってまいりますので、うん、義輝公に今度信濃の回復を懇願するのでございます。こう上杉の方になこう頼んでくれるのでございます。義輝公が寄せしてくれるのでございますな。なのでもうありがたいことで、でそれを聞いた上杉は武田の同盟国であるな北条氏をこう攻めて小田原城を1ヶ月にわたってこう包囲をしたんだけども、どうやらこれが落とせなかったんだね、やっぱな。やっぱ北条も強いねな。そう。で、まあ武田が、うん。で、武田がな、そのうちに信濃に進軍してくるので、まあもうこれまずいということで、1回引き上げて兵をな。で、そこでもう1回川中島の合戦があって、これが第4回ぐらいかな。川中島の戦いがあって、だけども信濃から武田をの駆逐することがこうできなかったんだな。これにはなやっぱ長時子かなりショックだったようで、やっぱな武田強いな、さすがじゃ追い返したけど強い、でも村上氏もよく戦ってきたな本当にな。そうなのじゃで結局強かったと。でまあこのまましばらくはもう三好家とな義輝という方を仕えていくのですが、その後51歳の時かな、三好長慶公がな死去してしまいまする。ということじゃ、そう、もう割と若かったのよな。もういろいろあってな、うん、亡くなってしまいますので、50年になる前じゃったな、うん、そう。でさらにその翌年にな足利義輝公がこの三好長慶の後継である三好三人衆というのがあるんだけども、三人衆とあと松永久秀、正式には松永久秀の子と言われておりますから、が足利義輝を暗殺してしまうということだな。そう、暗殺されてしまうのでございます。でその後今度三好三人衆と松永久秀の間でこう権力闘争が、主導権争いが起こるのでございますな、うん、まあ京都は混沌としてまいります。うん、うん、この時に小笠原氏は三好三人衆の方に着くのじゃ、三好長慶公が中でも恩人でございましたのでな、うん、その三好三人衆の方についておりまする、うん、でこの時についに現れまする、織田信長公が足利義昭を連れて上洛してまいる、あの有名なやつじゃん。あのじじ様がもう一度まででんでんでんと参るわけでございます。これは怖いぞ。なんと6万の兵で上洛じゃ。今まで何千何千多くてもない1万とか言ったのが6万の兵で上洛してまいれば、これはもうどうしようもないだろう。そうじゃな。ということで、まあ三好はな京都をこう今日撤退するわけでございます。その時な大阪の芥川城にないたではないか、我らあの小笠原氏な芥川城におったんだけども、そこのあのそこに来るのじゃ織田信長公はな、まあ、特におじい様やるんだけどな、そこに来るのでございます。なのでまあ小笠原氏はもう命からがらこう脱出するわけでございますな、まあ、落城してしまうわけでございますが、そこにまあ10日ほどまあ信長公が滞在するわけだが、その翌年にな六条合戦というのがございましたな、三好三人衆対織田信長みたいな戦いがあったのでございます、まあ、これもまあ大敗してしまい敗れるのでございます。それで長時公はまた城なしとなってしまい、浪人と再びななってしまうのでございます。悲しいね。
この点が数年間はもう京都にいたところだからな、浪人でありながら。そんな中、長時の孫高松丸かっこ秀政誕生、生まれました。私でござります。こんな大変な時に生まれたんじゃな、わしの子。そうじゃな、戦乱の中生まれた、戦乱の中生まれた。そう、まあ京都でしばらく育ったのでございますな、だからそのすなわしな、で京生まれじゃな、京生まれじゃな、でこの後どうなったかというと、まあこのまましばらくいたんだが、貧しい生活をしておったんじゃ、言ってみればな、そんなにまあ裕福な生活できなかった当然じゃな。というわけで長時子、まあこの貧しい生活から逃れるためにもう一度上杉を頼ってみようかと、なんとかな頼ってみようということで、まあ信濃の回復はな、もう息子の実吉に預けて、でもう私はもうちょっと隠居じゃないけど、まあでもな、もうちょっと裕福な暮らしをしたいなということで上杉に頼るのでございます。これがまたな、長岡家虎、上杉謙信公すごくやっぱいい人でございます。歓迎してくれたのじゃ、いい人じゃな。それにおかげでしばらくは平穏な生活ができた、遅れたということでござります。ありがとうございます、私からも御礼申し上げます。でしかしその後、まあしばらくここで平穏な生活を送るんだが、上杉謙信公がまあ亡くなってしまうわけでございますな。そうなると今度の、まあこの急に亡くなってしまった、もう、ね、この家督誰に譲るかとか決めてなかったようだな。この後でまた主導権後継者争い、まあ織田家の乱という、で一人が、有名な上杉景勝というのは、真田丸では遠藤健一殿がやっておったかな、遠健さんがやっておりました。これがな、実際のどっちもな、実際の子ではなくて、長尾正景の子と言われておりますな。長尾正景というのは、まあ、あの桃園でございましてな、謙信公のな、遠い親戚でございます、でもう一人が上杉景虎、これは謙信公と同じ名前を継いでおるんだな、景虎ということで、こちら北条氏康の子でございます、で長時子はこのの景虎派になってしまうんでございますな、まあ謙信公と同じ名前だから、ね、こっちの方がいけんじゃないかみたいなところもあったのかもしれない、どうかわからんけどな、その辺はな、そうじゃそうじゃなったのでございます。まあみんな知っても通りな、遠見さんが演じたな景勝の方が後にはこう取っていくわけでございますが、まあそういうわけで景勝側にこう攻められて、長時子をどん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 追いやられて会津まで行きますの、会津の方まで参りまして、足なしというところ方がなおりまして、そちらを頼っていくと。それで足なしのもとに行くのですが、まあ、景勝方にはのちゃんとあの残った嫡男のな長高とので、その弟、その弟じゃない、長時子の弟の定胤というな、同節祭という名前でね、後にまた松本城のとかも来るんだけどもな、そう、もう、この景勝側にいるのでございます、でそちらはちゃんと客上としてなもてなしてくれる、やっぱいい方だよな、上杉の方はいい方で客上としてもてなしてくれる、でこの頃な父上は何してたかというと、まあ織田信長公の下でな働いておりまして、あの攻めてきてね大変なことになったんだけど、でまあどういう流れだったかまた佐藤義子の回でやりますが、その時にで足なしのな家臣の城などをなこういていろいろこう回ってたので、日本中結構飛び回っておりましてな、父上、その時にこう長時子のじじ様の受け入れを要請してたのではないかと思われます。で長時子はなこの足なしの9番の師として迎えられまして、でまあ会津で小笠原流を広めたということでございます、でまあこのままこうやっていくわけでございますが、まあ足なしその後ねちょっと亡くなってしまったりとかいろいろあったのでございますが、そうこうしているうちに定義公なんと33年ぶりに信濃回復、松本城に帰ってくるわけでございます。めでたいどのようにして松本城を回復していったのか、この辺もかなり波乱万丈でございますので、ね、そちらまた定義の章でやってまいりますので、またお楽しみにしてもらえればと思います。そうというわけで、その知らせが長時のもとにやってまいります、これはめでたいと、でもう定義もなぜひな父上来てくだされと取り返したぞということで、だけどこの時が冬でございました、なのでこう峠越えとかいろいろしなければならない、もう高齢じゃ69歳、69歳、70歳になるところでございますね。人間50年の時代だからな。そう、人間な50年、まあそれからちょっと経ってるかわからんけども、まあかなりの高齢でございます、なのでまあ冬が終わってな春になったら行くとな、峠越えてゆっくり行こうということで、まあ言うのでございますが、その後なんと家臣の坂西光友という方に殺害されてしまうのでございます、なんと、なんであろうな、これひどいではないか、万歳氏これ家臣だったのだ、そう、これなぜかということで、説がな実は2つございましてな、1つが
万歳氏がな、長時の妾に恋をして殺してしまったのではないかという説が一つ、もう一つは逆に長時公が万歳氏の妻に恋をして手を出して殺されてしまった。そうか、この二つがあるのでございます。まあ詳しくはな分かっておらないが、この書物にもいろいろ書いてあるんだけども、まあ、実際どうだったのかよく分かる。まあ70歳という年を考えてもな、そこまでこうどうであろうな、手を出したのかどうなのか、まあその辺は分からんけどもな。というわけで、まあこんな悲しい最後をな解けてしまうのでございまする。というわけで、長々とありがとうございました。以上が小笠原長時公の話でございました。この後の一気にもう父上の話となると、もうこの先さらにすごいぞ。そうじゃな、もう今これ八つの要点のな、どこまで行ったかというと、な、小笠原流霊法な、代表的な日本で歴史のある小笠原流霊法で戦乱 VS 武田信玄というところは終わりましてな、で祖父長利は信濃の四大将の一人だろ。その後戦国期はこの上杉三好足利まで行ったな。その後織田豊臣徳川この三英傑にな、天下人に仕えて参るのは、これはな父上とか、ここからはなもう完全に父上、もう父上はなここからずっといるんだけどもな、ここからはもう父上の話でござりまする。面白うなってまいりますので、松本がどのような由来でこう、ね、松本という名前になったのかとか、いろいろございますので、ぜひ楽しみにしていてくださいませ。よかったらな、またぜひこの高評価ボタンとかの、またお気に入り登録されてない方は、ぜひによろしくお願いいたしまする。というわけで次は、小笠原長時の章でお会いいたしましょう。戦国寺子屋としてはだな。いろいろこれからもやってまいりますので。はい、ではよろしくお願いいたしまする。それではまた。また。当たる。高齢化。そうかもしれぬな。